Ja.時間だ。諦めろ。さて皆さん、始めようか。試験、出題範囲広すぎて勉強時間足りなかった。あと1週間あればなんとかなったかもしれない。1週間ね、そんなに待って。特待生って。学校が試験の時期ずらしたって。いや、お疲れ様。今って時間ある？ちょっとだけ相談に乗ってほしいんだよ。ありがとう、お疲れ。梅雨明けしてから一気に暑くなったよね。今月から電気代上がるな。さっきも言ったけど、今日は。それはまあ相談はしたいけど、最近どうも気になることがあって。じゃあ話す。
周囲から何かを期待されている子がいるとして、その子は周囲の期待に応え、もちろん周囲は期待に応えてもらうために本人の望み、もしその子が十分に彼らの期待に応えられ、カウンセラーなんてやってるとね、いつもこの人の心が壊れてしまわないように、世界は本当に残酷だよ。どんなに本人が前、ほんの少しの周囲の影響で簡単に心を乱す、そんな出来事に直面するたび、僕はどうしても大丈夫だよ、ごめん。でも本当にそういう人も助けたいって思うな。例えば怪盗団に僕らを改心しても、理不尽な現実なんかに負けないとか、そういう気持ちにさせてもらうんだよ。まあそうだよね。それに改心とは少し違う。ごめん、もうこんな時間か。意見とても参考になったよ。夏休み楽しんでね。やっと試験終わったね。これで睡眠時間を削って勉強なんて、試験勉強中に遊ぶゲー、わかる。私は部屋の掃除ばっかしてた。典型的な現実逃避か。結果が想像。てか終わったことはもういいんだよ。それより最近の怪盗団人気すごくね。一気に来たって感じだよね。早くも次を期待する声まで聞こえる。俺は急いで決める必要はないわ。つうかまずは打ち上げだろ。忘れてねえだろうな。あさって集合は渋谷でいいか。時間は、こういう時ばっか敵。天気予報です。はあ、もう寝ようぜ。もう寝ようぜ。もう俺だ。おいおい、それでよ、よっしゃ。そうじゃない。実は以前から新しい戦い方の着想を練っていて、このイメージを形にするために。新しい、やべえ、それめっちゃよくね。まだぼんやりとなんだが、どうだろう。ぼんやりにしあ、だが殺伐とした戦いに色を添える。我おい、あとは星が反応してくれっかどうかだな。うん、後で話してみるとしよう。にしても内容が内容だけに。旦那、
事。サウナの中を歩いているようだ。誰だよ。お前だよ。盛り上がってますね。早速会場のお客さんにお話を聞。テレビか。ケバブ食ってさっさと退散。ああそこのさん。おい、マジ？どうする。それは逆に怪しい。来たぞ。よし、ここは逆に痛い発言して。こんにちは。え、本当っすね。7月でこんなに暑かったら。このフェスに来たってことはかなりの肉好きなんですか。あー、どっちかっていうとフルーツとか。危ねえ危ねえ。痛さは申し分ないが、我ながら放送事故。そんなことより。そうだった。屋台の行列すごすぎだろう。この炎天下であの並び。めぼしいのほとんど売り。我が輩朝飯食ってないし。しかしこういう場所で食べると。イケてるポエムじゃねえか。せっかくここまで来たんだし。あれあれ、なんか建設中かなんかの。なんかばっかじゃねえか。競技場か。独特のフォルムのものが多いからな。だろ。あれ、まだ骨組みじゃね。少し気が早すぎ。時期尚早ってやつだな。時期尚早な。やることなくなっちまったし。すまん、俺は画材の買い出しに行こうと思った。と先ほどの肉フェスで金欠気味でな。おん、なあ、あれ様子が変じゃねえか。そういや前に。あれ、お前ら帰んね。え、では、ま、先輩、奇遇ですね。先輩も今日。私もです。たまにへこむことで答えになってないですね。あの成り行きであれですけど。大会の後はいつもこうです。本当はまだ食べたいですけど。結果は先輩のおかげもあって最近は調子が戻ってきた気が。やっぱり肝心なところで体がうまく動か。それも大き、中学の時にもこういうことはあったんです。私妹がいるんです。新体操で二人で世界を取ろうってやけど、今年の春に新体操で世界を取るっていう妹との約束。その約束もこのまま叶え。がむしゃらに練習してきたけど、これし。先輩、そうですね、先輩には落ち込むのはここまで。年内の大会もまだ残ってるんです。それに向けてお話聞いてくださり、これで心も体も充電完了です。少なくとも心は充電完了です。
空腹を紛らわすには練習が一番というわけで。助けてください。助けてください。地位も財産も戻らなくていい。ただこの思いを伝えることだけはどうか。よし。そういや、なあなあ、出かけるって時に誰だ。
おい、あ、休日にしちゃ混んでるな。朝のラッシュ。これ全部花火に行くやつらか。やれやれ。されちまう。あいつら遅すぎだろ。着付けに時間がかかってるんだろ。お前らは普通の服だな。浴衣とか持ってね。つかお前ハマりすぎだろ。よく言われる。そういやさ、どうせ龍二は。うっせえな。花火大会？そうだ。うちらもなんだけど。これいいじゃん。もしかしてモデル？浴衣すっごい。待つのしんどいしさ、お姉さんたちと行くのって。あ、いい加減にしないか。せっかくの浴衣が泣いてるぞ。じゃあ、あんただけで行きなよ。リュウジはああいう女の人が好みなんだよ。にしてもさ、ユウスケってイケメンなのに。まあでも、自分を通してる分、効果誰かさんよりは。リュウジは赤点確定。へえ。まだってね。てか、早く行かないと混むって。そうだな。あつか、アンも誠も浴衣や。始まってるよ。見えた。あった。大変そうね。あんたがタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会規則により誠に残念ながら本日の花の大会は中止とさせていただきます。とりあえず雨宿りとか考えることはみんな同じだね。どうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車。車でお迎えかよ。モナ、出番。現実じゃ無理だ。足痛い。寒。あんだけ世間騒がせたのにこんなかよ。影のヒーローって地味。こういうのがかっこいいっつーの。俺は正直満足できねえ。打ち上げ花火みてえにドーンとでっけえ世直ししたっつっても、金城以上のやつなんか。小雨になってきたな。名残をだな。どうしても教えてくれないんですね。あんたに話すことは何も。そうですか。あ
ごちそうさま。おい、話は終わって。なんでもね、もう閉店だ。精神暴走事件とも呼ばれる事件。では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対、メジエドのホームページに英語で掲載、日本を騒がせている怪盗団に次ぐ偽りの正義が蔓延することを我々は望まぬ。また怪盗だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会、心を入れ替えるのであれば我々の傘下に入る。拒否する場合は正義の裁きが来る。正義ね。我々はメジエド、不可視な存在。明智さん、なぜこのタイミング。詳しいことは分かりませんが、怪対抗心か、あるいは便乗して中、どちらにしても迷惑。怪盗団もメジエドも自分勝手な。くだらねえことで騒い。怪盗団か、こいつら何を盗んでんだ。さて、もちろん店閉めといてくれ。あと、まあいいや。今後も怪盗団に影響を受けて、そういう意味でも怪盗団の罪。世界クラスの、確かにメジエドを改心できれば。
なになに？教えて。いや、ないでしょ。忙しくて点数悪いの俺のせい。素で返すなよ。つか、そんなことよりネットのことで話がある。あ、ぶっちゃけ聞くけど、いきなりすごいとこついて。まあ、メジエドと怪盗だ。昔は義賊だったらしいけど、今は私欲にまみれたってことくらいかな。そうか。メジエドの実態を知ってるやつなんてな。でもこの夏は盛り上がりそうだな。お前な。俺は怪盗団を応援するけどね。掲示板でも話終わりでいいかな。収穫なしか。他のやつどう。全滅か。メジエドか。我が輩たちだけで手に負える相手。来週から夏休みだけど、みんなに25日の月曜に緊急集会やるから。ジーズーカーに精神暴走事件とか犯罪に巻き、生徒に注意を促すよう校長先生急に注意事項をまとめろって言われて。何もかもうまっメジエドの手がかり。Thank you.
そうだ。手がかりはまるでなし。うん、おいしい。ちょっと。ありがとう。よし。またね。
問題が山積みだな。この状況下でも安眠を獲得する。姿なき巣が大変な輩に目をつける。正義の水かけろ。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。難敵の討伐もまた構成の一環である。お前は力を磨き立派な賊になる。すっかり夏だね。少し、まさかメジエドが怪盗団に噛みつくなんて。怪盗団の影響力は本当に計り知れない。この騒動、世間の人はどう思ってるんだろう。楽しんでるか。無関心な人にしたらそうなんだろうね。これが大衆の心理か。待て、話し込んでる場合じゃないな。最近は取材ばかりで出席日数がまずくてね。貴重な意見をありがとう。じゃあまたね。さっぱりわかんねえな。携帯4。誰だこいつ、仲間のいたずらか。した方がいいんじゃないか。ん？変身？よくわからんが、みんなに知らせた方が良さそうだな。心を盗むってみたいね。どうしてバレた。チャットのログをたど。迂闊だったな。でもそんなことぐらいで。要因は別。うん、わかんないけど。ねえ、他人のチャ。私もそんなに詳しくないけど。どうやって。携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたらエラーって。うん、送信。そんなこと全部私に聞かないでよ。おい、それはもしかしてってことは。こハイテクはわからんよ。正体不明のハッカーがコンタクトして。なるほど。じゃあ違うでしょう。メジエドを言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたら。素性も何もわからないのよ。悪くねえ取引。アリババが悪党でもか。そんな奴に手を貸すのは。な、嘘か。必要な道具を用意したってのも。もしかして。いたずらにしては妙に。正体がバレてるなら。いや、通報したいならとっくに。何らかの目的があるに違いない。必ず向こうから連絡。
その連絡がいい。もしもの時すぐ動けるように。そうだ、ね、隠れて長時間待てる場所。ルブランは？うん。お。こんばんは。今日は夏休みの計画でも寝ろうかと。はじめまして、新島誠です。うちの生徒会長なんすよ。新島、どうかしました？生徒会長さんたら驚いた。桜総次郎、ま、それおっさんはおいとまするわ。じゃあ店よろしく。先日声明を発表して注目されていたハッカー集団メジエドの続報です。先ほどメジエドのホームページに新たメジエドは声明で、怪盗団に対する、さらに怪盗団を称賛する一部の日本国メジエドの今後の動向が注目されます。って英語じゃねえか。我々の質問に怪盗団は沈黙した。日本の大衆よ、目を覚ましな。はあ、最後まで聞け。怪盗団を崇拝する者には罰が下るだろう。私たちはメジエドですだってさ。どういうことだよ。怪盗団のシンパをターゲットにするって言ってる。財産の没収か、銀行か、もしくは個人情報か。そこでなんで俺らがやりだ。あくまで怪盗団が悪ってことにしたい。怪盗団さえいなければこういうことは起こらなかった。冗談じゃねえよ。厄介な奴らに狙われたもんだ。このままほっとくしかないの？俺たちじゃ手も足も。おい、これ以上面倒なもんはごめん。珍しいよな。お、他には？てか誰？そもそも切手がないじゃない。もしやアリババが。そういえば必要な道具を用意したと。まさか。もう今私たちにできることは、いつ何が起きてもいいように。参ったね。楽しみにされても反撃の手段かな。なんとかしないとまずいぜ。Thank you.
携帯が呼んでるぞ。リュウジかよ。またリュウジか。やっぱりこいつだったか。教えてやれ。ターゲットの名前が必要。脅迫するだけして切り合う。それにしても、とりあえずみんなに報告するか。やらないと通報って。さくら双葉。さくらって確かマスターの名字。マスターにご家族いたっけ。どうなってんの。お、普通なんか紹介とか挨拶とかねえの。居候なんだろ。まあ事情が事情だ。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると関アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない。そういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやったらチャットで命じてくるというのはからかわれている。いたずらってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。でも理由も言わず心を盗む。試されてるのか。とにかくさくら双葉に関しては。それがいいだ。今できることはそれくらいだし。ご主人、私は念のため学校の名簿を。慎重に頼むぞ。マスターに招待をする。お前関係ねえだろ。帰る。店閉めとけ。こりゃビンゴだ。よう。
明日で1学期が終わりだってのに。だりーことに片付けないと夏休みは来ないぞ。そういやさ、マスターと関係あるんなら近所に住んでる人が知ってんじゃ。龍二のくせに少しは頭が回るじゃないか。うっせえな。近所で聞き込みすんのが一番手っ取り早い。まあそんな都合よくいかねえか。今までの話、ご主人は一人暮らし、この辺で食材が。ここならルブランからも近い。はいよ。クタバ、そんな話聞く。またどうぞ。参ったな。これは帰って直接。手紙。あんただな。こいつに余計なことしてくれたな。わがまのことなら吹き込んだ。まあとにかく親権停止もやむなしということでよろし。はあ。お宅の家庭状況にお嬢さんの状態有利な。火災に出ますか。 99.9% 虐待の疑い。親権停止はまっ。そこまでするか。あれのことはこちらも認知科学が精神暴走事件と関わっているか。坊さんだよ。では後日また連絡します。あんたの聞きたいことは多分何も出てこねえぞ。構いません。有用かど。今度は美味しいコーヒーを飲み。塩まけ、塩。人をイラつかせる天才だ。なんだその面は。お前には関係。いい加減。追い出されたくねえなら、上がったな。店閉めとけ。双葉って子がいるのは確実だ。それからアリババがルブラン関係者という推測の。あと
認知とか言って、ご主人の裏側。しかし追い出すとまで言われちゃさてと。